動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。はい、ケモフレンズ3実況をやっていきたいと思います。噛む、最初に噛むってね、前回からの続きです。さて、ですね、前回琉球地方に到着した、探検隊一行ジャパリ団とね再会いたしまして、でカレンダーもジャパリ団と再会したんですけども、まあなんでここにいるのかって驚かれますね。そりゃなんだ仕事だからだよつって。さて、第2話をやっていきましょう。激突ジャパリ団。お、なんだ。そう、とうとう覚醒しちゃったの。正義のお助け人形に、つってね。この激突ジャパリ団っていうね、サブ隊が、ちょっとなんかこの2話の展開を熱くさせそうな気がしますね。だ、熱くさせるって言っても結局ぬるま湯からは抜け出せないんだと思う。じゃあメンバーはこの通り。つまり、あなたたちは、郷州地方で知り合った探検隊の子たちと一緒に遊びたくて、この琉球地方まで追いかけてきた、と。あ、そういうことなんだ。うん。すげえ、みんな、ジャパリ団すげえいい笑顔。だが違うな。これは遊びなどではない。光と闇がぶつかり合う宿命のアポカリプス。ああ、はいはい。で、マイルカさんの方は？ニヤキャット先生にさらっと流されてね。白長スママからお留守番をお願いされていたらしいんですけど、暇だったから近くにいた3人とヒーローごっこをしていたらしいです。すっごーい、お客さんがいっぱい。もうこの子ったら本気で心配したんだからね。まあそりゃただ暇で留守番してるよりかは誰かと遊んだ方がいいよね。しかも相手がジャパリ団だからね。そりゃヒーローごっこが楽しくなるよ。すごい叫び声でしたもんね。耳の奥がキーンってなっちゃいました。あー、ドールさんにとってはきついよね。でしょ？私大きい声出すの得意なの。ボリュームを考えようぜ、つって。何にしても無事で何よりですわ。けど、カレンダとブラックバックたちが知り合いだったなんて驚きだったわ。前の地方で一緒だったの、ここで会えるとは思わなかったけれど。私も、えへへ。フリッキーも元気か？元気いっぱいに震えてるよ、フリッキー。首のない馬に密猟者、それに協力する闇のフレンズ。パークはこんなに広いのに、世間は狭いですわね。確かにね。ですね、なんだか素敵です。そっか。みんなお友達だったんだね。まあ一括りにするとそうですね。いいな、いいな。ねえねえ、私も入れて。私も。もちろんです。お友達になりましょう。わっふーい。そっか、マイルカ、ここで、探検隊に、加入するのか。前、確か何のイベントだったっけ？クリスマスイベントの時だったっけな。マイルカいたもんな。よかったわね、マイルカ。私もお友達になりたいです。いいですか？ふ、当然だ。今更聞くまでもあるまい。だが、すまない。すまないが、我々がここに来たのには目的があるのだ。目的？そうだ。
正義との決着という重要な目的がな、白桃鷲と、かっこ、白桃鷲と遊びたいっていう感じですね。びっくりしてる。我らは、ジャパリパークにジャパリパークにカオスをもたらす闇のフレンズ。三人揃って、ジャパリダウン。すっかりもう物にしてるね。おー。このカリフォルニアナッコのこの、驚きのモーションいいですよね。顔とモーションが。さあ、白桃鷲、今日はたっぷりぶつかり合うぞ。やっぱり遊びたいんだよね。それはもう、ブラックバックにとっては白桃鷲っていうもう最高の相手が見つかったんですからね。言ってしまえばあれですね。カレンダと未来さんみたいな感じですよね。いいわ、相手にとって不足なしよ。ちょっと、白桃鷲さん、遊びに来たわけじゃないんですのよ。わかってるわよ。でも、マイルカの無事は確認できたし。巨大セルニアンもここにはいないわ。さあ、ジャパリ団。正義の使者、キャプテン白桃鷲が相手になるわ。全力で来なさい。全力で？なんでそこを驚くの？ダメなの？ダメじゃないが、怪我したらどうする？そこ、ジャパリ団がそこ気にするんだ。俺は怪我ぐらい平気だぞ。ドンマイ。でも、探検隊の子たちに怪我をさせちゃったら。それはそうだな。心配ありがとうね。そういうことなら、いい方法を知ってるわよ。安心して全力を出せる方法が。方法？あれですね。そうね。まずは、ラッキービーストたちに来てもらいましょう。ああ、なるほど。今からやるのは、力比べですね。That's right. さあみんな、Are you ready? はいはい、お任せあれ。しまった、白桃鷲入れてないじゃん。そっか、ここで、あれか、力比べ入ってくるのか。じゃあ先に力比べやっといてよかったな。多分これ上げてる頃にはその力比べの動画も上げてると思うので、ちょうど話の辻褄が合うよね、つって。さあ、やっていきましょう。残念ながら白桃鷲はいませんけどね。コーラス、あ、そう。一撃。ああ、そっか。いっぱい頑張ったら、お腹ペコペコです。お疲れ様。おやつにしましょうか。攻撃、コーラスの状態で攻撃が当たると、ああやって、コーラスの文字が出てくるんだね。あれ、前も出てきてたっけ？あんまりよく見てなかったわ。さあ、第2バトル2やっていきましょう。そうだな。いるか、いないね。せっかくなので、キャプテン白桃鷲に参加してもらおうかなと思ったんだけど。あ、素敵先輩がいる。どうしよっかな。ここでキャプテン白桃鷲がいなかったら素敵先輩を入れておこう。姫アリクイ。見せたっけ？キャプテン白桃鷲の属性って何だったっけ？まあいいや。
あれ、素敵先輩を入れよう。素敵先輩で、新井さん、フェネックかな。フェネック今カンストだよ。あ、見れない。くそ。キャプテン、格闘足、開いた。じゃあ、新井さんを大高さんに変えておこう。白桃足と新井さんってか、あ、会話、新井さんじゃないわ。白桃足と大高さんって会話あったっけ？前になんか組ませたような気がするんだけど。なるほど。あれが例の共鳴を応用したバリアか。おや？やはり、あなたは天才だわ。過去博士。過去博士の名前、ここで出てきましたね。た。楽しい。透明なふわふわがあるから、全然痛くないし。ふわふわ割るのも割られるのも、なんか面白いな。うはははは。ふ、久々に我が全力を出した。あー、いいな、これ。超楽しい。超爽快。キャラが、もうキャラが崩れて素に戻ってるブラックバック。どう？力比べ、結構面白いでしょ？これならどんだけ本気を出しても怪我の心配はないわ。気に入ってもらえました？うん。本当にいい返事をするな、この3人は。でも負けたのはちょっと悔しいぞ。そうだな。もう一回。もう一回だ。構わないわよ。何度でもかかってらっしゃい。正義の使者は決して悪に屈したりはしない。ふっふっふ。それはどうかな。お、なんか割り込んできたぞ。え？我こそは深い海の底の混沌のあれがなんたらかんたら。ジャパリ団のお助け人魚姫、マイルカ参上。あ、追加戦士だな。みんなもう一回やるんでしょ？次は私もやる。なんてこと？マイルカが悪に染まってしまうなんて。大高さんも楽し、あ、大高さんに、白桃足も楽しそうだね。くくく、マイルカよ。とうとう落ちたか。アビスに。ここアビスって振られるんだ。だったらもう混沌もカオスでいいじゃないか。お願い、マイルカ。目を覚まして。ごめんね、白桃足。私はもう目覚めてるの。毎日寝るときも頭の半分はずっと起きてるし、そういうことじゃないよ。イルカは脳の左右を交互を休ませることで泳ぎながら眠ることができるのよ。これを半球睡眠というわ。ふっはっはっは、実に器用なやつだ。我ら闇の勢力にふさわしい。さあ行くぞ、マイルカ。そして我がしもべたちよ。偽りの正義に今こそ闇の鉄槌を。おお。ジャパリ団&お助け人魚姫。みんな楽しそうですね。ミーア先生がまた渋い顔になってる。いいのかしら、これで。今回はあれかな、ずっと力比べになるのかな。さあやっていきましょう。さあ、キャプテンサムライ白桃足でね。キャプテンサムライ白桃足とスクール大高さんでね。で、今回はあれです。ゲストに素敵先輩が。さあ、レッツダンシングって言ってね。これでもデーモンボイス。あ、そんなん持ってる。へえ、タスマニアデビルはあれなんだね。音波攻撃なんだね、得意技は。
じゃあ素敵先輩の素敵なダンス、どうしよっかな。あの素敵先輩の勝利画面も見たい、勝利画面見たいんですけど、あの大鷹さんと白桃鷲の勝利画面も見てみたいっていう、勝利会話を見てみたいっていう。ここはそうだな、ここはゲストにしておこう。極楽の舞っつって、この出会いに運命に祝福を。さすがね、素敵先輩ですね。伊達にパクロミが声を当ててる、パクロミさんが声を当ててるだけはありますよね。ジャパリパークには危険がいっぱい、やめろ、本当のことを言うな。ジャパリパークは今調整中なんだよ。それぐらいちょっと見逃してやって。すっごい、これ楽しい。あははは、また負けた。もうちょっとだったのにね、残念。だが参るかよ、何時のうちなる力、我が邪眼はすぐ、もう噛みまくりだよ。だが参るかよ、何時のうちなる力、我が邪眼、邪眼ってなんだよ、邪眼はすでに見抜いているぞ。闇のアビスを自由に泳ぐ、その秘められしアビリティ、探検隊にも劣らぬ素晴らしい力だな。その力さえあれば機関へ、いやこの世界への反逆も夢ではあるまい。ん？機関？めっちゃ派手な流れてる。なんか宇宙猫みたいな感じになってる。マイルカちゃんも探検隊と同じぐらい強いよ、だって。やっぱ通訳は必要ですね。えへへ、でしょ？ほんとほんと。マイルカってすごいのね。ベリーエキサイティングだったわ。楽しむのは結構ですが、私たちが何をしに来たのか忘れてはいないでしょうね。隊長さん、あなたからも一言言ってあげてください。え、この二択なの？そうですね。せっかくなんで、頑張れジャバリだ。ちょっと隊長さん。ちょっと隊長さん。クック、我らに声援を送るとは、実に水凶なやつだ。だってね、そんなに楽しそうにされたんだったらね。しかし期待するからには見せてやろう。我らが勝利を。勝利を。おー、もう息ぴったりですね。まったくもう。ごめんね、ミーアキャットさん。いや、ミーアキャット先生。渋い顔させて。いいじゃないですか先生、ドールまでちょっとくらいゆっくりしていっても平気ですよ。あの子たち、せっかく私たちを待っててくれたんですよ。なんかもう初期のドールとは、1話の頃のドールからしてみると、もうここら辺でなんか余裕が見えますよね。成長した余裕が出てきてますよね。それはそうですが、それに私も楽しいです。最近ずーっとセルリアン退治だったから、パーク中がいつもこうだったらいいのにな。確かにそうですよね。そうですわね。さあワンモア勝負よ、やりたい子集まって。でこの指止まれってやると、あれ、びっくりするぐらい誰も来なかったってなるんでしょ。やめろ。はーい。ここはみんな来るんだよ。わーいです。ねえ、アシカも一緒にしよう。しょうがないわね。どっちに入ればいいのかしら。探検隊強いからこっちに入ってほしいぞ。そう、了解。言っとくけど私、悪役なんてやったことないわよ。
ならば我が手ずから、わだ我が手ずから、手ずから手ずから自らでしょ、我が手ずから、手ずから我が手ずから教えてやろう。もうこれでいこう。イントネーションがちょっとわかりづらい。大変だな。ブラックバックの文章を読むのは大変だな。悪の神髄を。さあ、というわけでですね、力、力比べ、みんなでやってみようということでバトルさんやっていきましょう。あれ？表示されねえ。一旦こっちに戻って。こう。おや？一旦ストップします。帰ってきたぞ。あ、出た。参るか。ちょっとね、ネット環境のせいなのか、表示がされなかったんでね。一回アプリを、閉じて、で、また付け直しました。本日、6月28日の、まあ、日曜日、で、朝からすっごい土砂降りだったんで、で、その影響下でちょっとうちWi-Fi、なんだ。無線の方を使ってるんで、Wi-Fi のモバイルルーターの方で、モバイルルーターの方でネット繋いでるんで、多分その、天候によってちょっと、電波の入りが悪かったりするんで、もしかしたらそれの影響でちょっと、表示されなかったのかもしれない。で、助っ人はマイルカとなります。やっていきましょう。勝ったー！早いな。まだバトルしてないよ。これで2連勝です。く、この私が負けるだなんて。おーほほほほ。どうした？どうしたカリフォルニアアシカ。残念だったわね、白桃足。私たちお助け怪獣図がいる限り、すっかりこのカリフォルニアしかもジャパリ団の一員に、あなたたち探検隊に勝利はないわ。カリフォルニアアシカさんノリノリですわね。ゲイ達者ですね。すごいな。この二人はもうはしゃぐ子供を見てる親御さんになってる。素晴らしいぞ、カリフォルニアアシカ。そしてマイルカ、カリフォルニアラッコよ。海の力を得た我らジャパリ団は最強無比。貴様ら探検隊にもはや勝利などありえないのだ。ないのだ。く、ダメ。悪に屈するわけにはいかない。でもどうすれば、私はどうすればいいの？じゃあ私次は探検隊に入るね。軽っ。なんだと？やめろやめろ。ブリーチやめろ。参るか、とうとう正義に目覚め、参るか、とうとう正義に目覚めたのね。そう、とうとう覚醒しちゃったの。正義のお助け人形に。あー、これあれですね。悪の手先だったやつがこの正義の心に目覚めて、味方になる熱い展開ですね。よくスーパー戦隊にはあることです。
エクセレント、正義の力を見せてあげましょう。そうだね、正義の力を見せるためにってね。でも最近の戦隊のやつは、その悪の心、悪から正義に目覚めたキャラクターって、なんかほぼほぼ退場してってるような気がする。大丈夫なのかそれで。オッケー、今日も一緒にレッツジャスティス。ここもジャスティスがつながってますね。じゃあ今度から勝った方のチームから負けた方に一人一人移動することにしましょう。なんだっけ、花一門目だったっけ、システム的に。かーって嬉しい花一門目って、あの子が欲しいっていう。勝ちっぱなしも負けっぱなしもつまんないです。それでいいです。そうだね、バランス調整は大事だよね。おーほほほほ、無駄なあがきを。ふん、叩きのめしてくれる。かかってくるがいい。ねえ、隊長さん、知ってる？豆柴ですか？違いますね。野生動物の人みたいに遊ぶことがあるのよ。そうですね。一番有名な感じで、わかりやすい感じで、あれ、そう。カワウソ。コツメちゃん。でも、あの遊びは、きっと彼女たちにしかできないわね。彼女たちにしかできない遊び。まあ、ごっこ遊びは誰でもできるけど、力比べかな。確かに、あの力比べはフレンズの身体能力あってことね。けど、それよりももっと本質的なことよ。何かを演じる、何かになりきる、ルールを守る、ルールを変える。野生動物の遊びには存在しない楽しさだわ。そういうことか。野生動物の場合は、じゃれ合ったりとか、そういう限られた遊びになるけど、こうやってフレンズ化して、他と触れ合えることによって、まあ、新しい遊びの幅が広がったり、楽しさに触れ合えたりっていう、そういうことですよね。当たり前にとらわれず行動することが、彼女たちにとって楽しさなのかもね。フレンズって楽しいことにはとっても積極的なのね。確かにそうですね。それにしてもあの子たち、あっという間に仲良しになっちゃった。フレンズ、か。本当に夢みたいな場所よね。ジャパリパークって。確かにね、夢みたいな場所ですよ。ただ、整備がちゃんと、整備とセルリアンをちゃんとなんとかしてればね。たくさんの動物たちが種族を超えて、遊んで、笑って、友達になって。こんな光景、地球のどこを探しても、ここにしかない。ねえ、隊長さん。もしも、あの子たちを守らなくちゃいけない時が来たら。何？あなた、手伝ってくれる？さっきのカレンダーの最後のフェードアウトは一体何を意味するのか。それはそうとして、白桃橋とマイルカの会話がありましたね。そういうつながりもあるんですね。さあやっていきましょう。カリフォルニアアシカとカリフォルニアラッコが向かい側についてますね。こっちにもカリフォルニアアシカとカリフォルニアラッコがいる。これは一体どういうことなのか。ドッペルゲンガーって。どうしたどうした。マイルカどうした。
ドンキで殴られても大丈夫っつって、ね、バリアーがあるからっつってね、コラス2っつってね、おあ、そっか、あ、いや、うん、あれ俺スキル変えたん、隊長スキル変えたんだけどね、オーダーフラッグになってる、設定ちゃんとしてなかった。さあ、どうしようかな、こうこうこう、これでカリフォルニアラッコドンキっつってね、回っているキック、貝殻じゃなくて頭をパッカンしようとしてる、恐ろしい子っつってね。じゃあこうこうこう、はい、勝ちました。あー、こういうあれなんですね。さあ、第3話クリアいたし、あ、第3話じゃない、第2話クリアいたしました。カレンダの最後の言葉が気になるのですが、一体あれは何を意味するのか。ね。第2話、ここで終了となります。次回は第3話から始めていきたいと思います。それではこの辺で、バイバイ。いやー、ゲームって本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら。さよなら。